も、副島マックスです。健吾さんです。世界遺産の姫路城に来ています。今工事中なんで、覆いがかぶさってるんですけども、それこそめったに見れないものなんで、わざわざ姫路城にやってきました。工場みたいになってますけどね。ちゃんとお城の絵が描いてありますね。大人400円、子供100円。チケット、こんにちは。急な坂もあるねんってさ、すごいね、工事をしてる音が聞こえますね。石って墓、古墳の石を持ってきてたらしい。あの下にある。そうです。通れるの？やっぱり通れる。僕ちょっとあっちの方取材してきます。取材してきます。そこ何があんの？蜂がいる。蜂がいた。外から見ると大きな石が上にかぶってるでしょう、古墳の天井板。これ、わ、これだな。これが古墳の。すごいでっかい石でしょ。大きい石ですね。大きい石あるからって持ってきちゃった。テレビで見た通りや。暑い。ここから急にお城っぽくなくなるね。姫路の街並みが見えますね。白鷺入り口でございます。はい、ございます。そうですね、大人200円、子供100円です。券買いました。8階までまず上がってまいります。すごいな。46メートル上がる。46メートル、結構上がるね。工事してる、工事してる、工事してるよ、社長子、健吾さん、社長子です。社長子、社長子、社長子のポーズ、どうぞ。はい、ありがとうございます。多いなぁ。工事してる状態をですね、直に見れる。こうまるでパン職人がこうパンを作ってるのをこう窓越しに見れるみたいな。すごくいい景色ですね。大体ここからの景色は本来見えないんだから、この工事塔があるから見れる景色なんですよ、ここは。確かに。世界遺産姫路城でした。 See you next time! See you next time!